型式番号 ZGMFX666S モビルスーツレジェンドガンダム、ザフトのハイパーデュートリオンエンジン搭載機であるプロビデンスの後継にあたり、新型ドラグーンシステムの搭載を特徴とする。操作性が飛躍的に向上したドラグーンシステムは、最大10機の突撃ビーム機動砲を同時に遠隔操作する。さらにビームスパイク機能により打突攻撃をすることも可能だ。手持ち武器は高エネルギービームライフルおよびデフィアント海ビームジャベリン。当初のパイロットとして予定されていたアスラン・ザラが脱走し、レイザ・バレルが乗り込むことになった。伝説的なまでに壮絶な攻撃力を誇るレジェンド、その進化したドラグーンシステムを駆使してキラヤマとのストライクフリーダムと徹底した攻防戦を繰り広げたのであった。